ゴールド TV 第3部は原油です。コモディティインテリジェンスの近藤正代さん、よろしくお願いいたしまおす。願いします。原油につきまして、化学からいきます。日本の化学。これ、もう、ギッタンバッコンで、そこが5万9千円ぐらいで6万円弱。6万円のところでだいたい、抵抗線があって、上がってますねと。6万5千円今日まで行ったんですが、今は6万4千590円になってます。というところですね。ニューヨークの方は70ドルから80ドルの間を行ったり来たりしてまして、大きな動きはございません。12月から続いてますねと。3ヶ月以上つ、4ヶ月続いてますねということでございます。ここで日産証券からのお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。去年からの動きをまとめてみました。一番の大きなところは、去年の2月にウクライナ侵攻がございました。突然だったので、サプライズとなりまして、原油価格は3月に約31ドルまで急騰しました。131ドルですからね、非常に高いですね。しかし、これでインフレが起こるということで、FRB が急遽6回去年だけで利上げをしまして、0.25だと、ほとんどゼロに近い金利だったのが4.5%まで年末に引き上げられました。そして今年は5.5ぐらい、5%から5.5ぐらいまで行くような感じですが、その後はちょっと分かりませんと思いますね。で、景気が悪化したので株価は下落してますと。39%ダウ平均は下がっておりますということでございまして、130ドルまでいった原油価格が70ドルまで下がりましたんで、非常に大きく半減しました。それで OPEC プラスは11月から減産も、逆に、価格を支えるために減産を始めました。ということで、今は70から80ドル横ばいになってますと。70ドルか80ドルぐらいがちょうどいいということでしょうか。とりあえずはそうですね。はい。これからはそのレンジを抜けるかどうかが、普通はこういうレンジになりますと、抜けた方向に動くということが、そういったルールがあります。ルールっていうかね、そういう流れがありますので、それをよく見とくべきだと思います。3月に利上げの観測を修正しました。ということで、少し利上げが5%、てか、ちょっとこの辺のパウレさんが、利上げすると言ってて、しなくなった。それからするとまた言ってるわけですね。ですから、一旦バコンしてますけれども、CPI 次第ですね。PC、パーソナル、個人消費支出ってのを FRB は目安にしてますけれども、それがどうなるかということでございますね。ダウ平均は下がってますよと。3月に500ドルも下がりましたよと。ただ中国ではゼロコロナ政策で非常に悪かった景気を年末に、解除しました。したがって今年は、経済成長は3.1ですから、非常に小さい。中国としては小さいんですけれども、回復するかもしれません。そして今年の目標は5%に目標を置いております。ということでございまして、需要の増加が期待されますので、これが本格的になれば、今中国頼みですね。アメリカの景気は金利が上がるってことであまり良くなりません。先ほどのワールドゴルフ関心のレポートにもありましたが、下振れするリスクがございますってことですね。今後の注目点はやっぱり経済がどうなるかってことが
WGC が言うように景気は悪くなるのか、それとも 5% の金利でも大丈夫で、あるいは、景気は元もせずに良くなって、それが、もし仮に悪くなっても FRB が利下げをするから大丈夫というのことになるかどうかが、これからの注目のしどころですね。要するに、原因にとっては需要がどうなるかと。供給はもうスタンバイしてますから、いつでも出動できるようになってますので、出動は自分からはしないですけれども、仮に足りなくなるという状況では、増産すると思います。従いまして、景気、需要次第ということですね。はい。もういつでも、いつでも作れる準備はあると。それはそうですね。アメリカにしても、OPEC にしても、まあ、ロシアは作ってますが、売れませんってところですね。そういった原油の流れが変わったってことが今から言うことでございまして、はいはい、まあ、これは石油製品の方の話になりますが、特に経由についてお話申し上げます。これは EIA、はい、アメリカエネルギー情報局のレポートから取ってきたやつでございます。ご承知のように、今年の2月から、欧州は、石油製品についても、去年の12月から原油についても、ついて、ロシアからの輸入を禁止しました。2月から石油製品 53% ぐらいあったんですね。ここに書いてありますけど、まあ、軽油の場合は 53% ですね。ということで、かなりその、ロシアからのパイプラインによる軽油の輸入を頼りにしてたんですけども、それをなくしちゃったんで、欧州は現在、いろんなところは買わなくちゃいけない。逆に、中国とかインドもそうですし、から、韓国ですね。アメリカ、これら、あるいは中近東、これらの国がこぞって、欧州向けに輸出をしています。ただし、海上輸送ですから、パイプラインで持ってくるよりずっと高くなりますので、その分、原油の価格が上がってますということですね。ということでございまして、はい、これがロシアが一番下に赤いマークがこれ、2021年からずっと書いてあるんですけれども、急にゼロに近くなってまして、うん、その分アジアが増えてまして、中近東、はい、北米、その他、うん、まあ、トータルの輸入量はそんなに変わってないんですが、出荷先が変わってますよと。アジアと中近東がだいぶ増えてますね。そうですね。北米あんまりないですね、うん。アジアと中近東でロシアの減少分を賄ってます。うん、ありがとうございます。はい。そういうことで、サウジアラビアが最大でございます。これ、国別が下のグラフにあります。うん、サウジアラビア、インド、中国、韓国、米国と、こういう順に、クウェート、カタール、UAE と、こういう順番になってまして、船で輸送しているわけですね。いずれも、ただし、韓国なんかから持ってくる場合は、フレートがだいぶ高いと思われます。うん、はい、遠ければ遠いほど高いということですね。そうですね。運賃は、海上運賃は値上がってますからね、現在。うん、それで、船の取り合いになってますから、単価が不足しておりますので、海上運賃は値上がって、その分だけ高くなってます。ということでございますが、アメリカからも4万バレルが10万バレルに増えましたよと。ただし、幸いのことに暖冬だったんで、暖房油についての、まあ、軽油と言ってますけど、軽油の中には暖房油も含まれてるってことですね。ということでございまして、暖房で、幸いのことに暖かかったんで、あまり燃料は使われなかったと。ということでございます。暖房需要の低迷、最近の天然ガスの価格の下落により、燃料低下発生、その結果、経営の終了関連な基本の音で発生する可能性、より少なくなっていると。少なくなっているということですね。ということでございます。これは IMF は世界的に、景気悪化の懸念を、警告しております。1月に IMF の、経済見通しが出ましたけれども、これは世界的な景気はだいぶ下がるということが書いてあります。うん、
3.5 でしたかね、世界経済。はい、イギリスでも利上げが行われているので、イギリスや欧州中央銀行 ECB も利上げをしてますから、景気は若干頭打ちになっているはずでございます。ただ、金融価格はロシアが侵攻して上がったんですが、その後はなだらかに下がってまして、後で述べますけれども、原油の在庫が増えてますので、輸入が順調に来ているということですね。流れは変わって、これが在庫ですね。ガスオイルになってますけど、ガスオイルの在庫が非常に多い水準になってますから、5年平均の上の方に来てますと。IRA ってのはアムステルダム、ロッテムダム、アントワープの略ですけれども、原油と暖房油の在庫が非常に多いということになってますので、価格は下がってますということですね。これから経営価格はまだ収まったわけではなく、欧州が経営の在庫を減らしてくれば、経営価格はまた再び上がってくる可能性があると。遠くなると20日間ぐらいかかると。インドからで20日間ぐらいかかると。ロシアだったら4日で済んじゃうと。ロシアの、なんていうか、北海から持ってくる公海のやつですね。すぐ来るんだけど5倍かかるってことですね。不安定になるって書いてありますね。ですから高くなるとは言ってませんけれども、原油価格は、こういった原油価格だけじゃなくて、ロシアから原油が出てこませんし、その分を、中国とインドが買ってますから、逆に言うと中国、インド向けのサウジアラビアとか、イランなんかの輸出量が減ってますよ、ということになってまして、中国、インドは安いなら買うよということですから、安くなければ買いませんよということですから、ロシアは安売りをせざるを得ないというようなことが現在起こってまして、そういった長続きしますと、ロシアの石油がどうなるかということもありますし、ロシア経済自体もどうなるかということは、長くつけば続けば続くほど、だんだんボディーブローとして効いてくるんじゃないでしょうかということがありますので、原油の市場については非常にまだ不透明なところが多いということですね。それがここに書いてあることでございます。世界の潮流が変化することで原油価格は不安定になりますよということで、潮流が変わって、だから、アジア、インドとか、インドから輸出っていうのもあるんですけども、その分だけインド国内向けの輸入が増えることになり、ロシアから買ってますが、チャラパンになってるのかもしれませんが、そのように、なんていうかな、バランスが崩れるわけですね。国として制御してるわけじゃなくて、こう、石油企業が勝手に、それぞれ最も経済的にいいと思うことをやるわけですから、どうしてもアンバランスが出るわけですね。そうしますと、どっかで足りなくなったり、どっかで、余剰が出たり、そういったことで売れなくなったり、足りなくなったりってことが、これからも起こるので、こういった、これは確定的なルートが変動するときは、価格は動きやすいと。どっちに動くかは、ちょっとその時の状況によらないとわかりませんが、不安定になるということが、今日の結論でございます。はい。はい。じゃあ、どっちだって言われると、とりあえず横ばいで、そのレンジを抜けた方向に動きますよということですね。バランスが崩れたときにレンジを抜けますか？はい、そうですね。それがどこで起こるかはちょっとわかりませんということですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございま今日もす。金、プラチナ、原油とお伝えしてきました。ご質問等あれば YouTube のコメント欄にてお願いいたします。お願いします。それでは失礼いたします。来週またもご来覧く週ださい。します。